校1年生の算数です。今日は引き算2の勉強をしていきましょう。では早速問題です。皆さんも一緒に読みましょう。リンゴが12個なっています。9個取ると何個残りますか？という問題です。9個取ります。さあ、9個取ると残りは何個ですか？という問題なので、どんな式になるのでしょうか？動画を止めて考えてみましょう。式を考えましたか？はじめに、リンゴが12個なっていて、9個取ると残りは何個ですか？という問題なので、何算になるのでしょうか？そうですね。引き算になります。12-9 です。今日はこの 12-9 の計算について考えていきたいと思います。皆さんは今まで計算をするときに何を使っていましたか？そうですね。ブロックを使っていましたね。そこで今日の目当てをブロックを使って計算の仕方を考えようということで、ブロックを使いながら計算の仕方を考えていきたいと思います。12-9 の計算を皆さんもブロックを使ってどのように計算したらいいのかを動画を止めて考えてみてください。さあ、ブロックを使ってどんな風に考えましたか？12-9 です。12-9 なので、はじめにブロックを12と用意します。ここから9個取らないといけません。あれれれ？ここから9個取ることはできませんね。このバラから引く数の9を取ることはできません。さあ、どこから取ればいいのでしょうか？そうですね。こちらの10から取れば取れそうですね。まずこの10から9を取って残りは1となります。この1とこちらのバラの2で3となります。答えは3ということになります。バラから取るのではなく、10の方から取ることがポイントですね。では、先ほどの問題に戻ってみましょう。何個残りますか？という問題でしたね。12-9。9をバラから取ることができないので、10の方から取ります。すると、1残ります。この1と2で答えが3となります。だから、何個残りますかという問題の答えは3個ということになります。本当に計算の答えが合っているか、リンゴを実際に取ってみたいと思います。リンゴをよく見ていてください。9個取りますよ。9個取りました。残りは1、2、3。3個ということになります。皆さんがブロックでした計算も合っていましたね。この調子です。どんどん問題を解いていきましょう。さあ、次の問題です。15-9 です。先ほどのようにブロックを並べて、どこから取ったらいいかを考えながらやってみてください。動画を止めて考えてみましょう。できましたか？15-9、ブロックを使ってどんな風に考えましたか？では答え合わせをしていきましょう。15-9、9を取らないといけないのですが、バラから取ることはできません。だから、この10から取っていきます。10から9を取って1。1ですね。この1と、バラの
5で6となります。だから答えは6ということになります。こちらの10から取っていく方法もう慣れましたか？では次の問題です。どんどん行きましょう。11-9 です。動画を止めて考えましょう。さあ、もうスラスラできますよね。11-9 なので、9をどっちから取ったらいいのでしょうか？そうです。10からですね。10から9を取って、1。1と、こちらのバラの1で、2。答えは2ということになります。この10から取ることをしっかり覚えていてください。では、今日の勉強をまとめましょう。バラから引く数を取れない引き算は10から取れば良い。バラの方から引くことができなかったら10から取って考えてみましょう。今日の勉強は足し算と引き算の1、2、3のプリントで復習することができます。ブロックを使いながら10から引くということを覚えて、たくさん問題にチャレンジしてみてください。今日も頑張りました。ありがとうございました。